無事に終えられて嬉しいです。この期間中大変お世話になりました。え、ありがとうございます。最初は皆さんの足手まといにはなるまいという思いで頑張っていました。自分のせいでカットがかかるのは恥ずかしいと思っていたのです。フリーナ監督の辣腕と辛抱強さ、シュブルースやエレインさんの細やかな指導、そのおかげでなんとか少しずつ慣れていきました。そうは言っても最後になって皆さんやあなたが褒めてくださるとどうしても気恥ずかしくなってしまいますが、はい、いとまができるとヨイミヤさんと一緒にフォンテーヌ邸のいろいろな場所を巡っています。優雅な街の風景、美しい観葉植物や草花、夢の中にいるような海底世界、キラキラ光る思い出ができました。少し前にあなたも同じ場所を歩かれたかと思うとなんだか嬉しくなるのです。いえ、私は普段こんな風に外出する機会はめったにありませんので、今回は新しい友人ができた上に皆さんから多くのことを学ばせていただき大きな収穫がありました。とても大切な思い出です。あ、そういえばシャブ業の皆さんにお土産としてショーラマドレーヌを用意しました。コーヒーに合わせるとフォンテーヌにいるような気分になれるかもしれません。はい、ありがとうございます。あなたも冒険の道中お体を大切に、また機会があれば稲妻でお会いしましょう。